こんにちは sbi 証券の鈴木でございます3月27日水曜日の新興株イークリーをお伝えさせていただきたいと思います、えー、本日のお題はですねアナリストが来季大幅増益予想の中小型株はということで,ですねまあ、新年度を控えてまあ活躍銘柄を探ってみたいまあそんな企画でお送りします さてえて、ー、日経平均とグロース市場のチャートなかなか差が縮まらないですね、えー。東京株式市場ではですね、日経平均株価が、まあ、3月18日月曜日から2 0日金曜日に4営業日続伸となりました、えー。3月16日に日銀金融政策決定会合でのですね、金融政策修正観測記事が、まあ、出たことやですね 実際の,、えー、この日銀会合を経てです、ねえー、緩和的金融政策の継続方向に変化はないと見なされたことまた、えー、一方でアメリカの FOMC=、えー、米連邦公開市場委員会を経てです、ねえー、この FOMC メンバーの年内利下げ回数見通し、まあ、3回ということに変化がなかったことなど背景にです、ねえー、不透明感が後退したこと などが要因です、えー、日経平均株価は先週3月22日金曜日にです、ね、一時4万1000円を回復あ回復という、えー、4万1円をですねつけてまいりましたただ、えー、今週に至ってはです、ねえー、入って以降はです、ね、スピード調整気味の展開になっております、えー、東京グロス市場も3月18日から21日はまあ連れ高となりまして3営業日続伸になっております えただ、その後はさえない展開ですね。日経平均株価は3月21日に過去最高値を更新したのに対しまして東京グロス市場指数はですね3月7日取引時間中につけた年初来高値もまだ回復していない状態で、えー、こちらのチャートにもあります通り日経平均に対するアンダーパフォーマンス的な状態が続いていると見られます。 3月末を控え、後輩当株が優位の対円買になるなどですね、中小型株が優位となりにくい状態が続いています。そうした中で,ですね、会計上の新年度が始まろうとしております。現在不人気の中小型株ですが、中期的に業績拡大が期待できる銘柄に投資してですね、将来の株価上昇に備えるのもですね、まあ一つの。 有効な投資戦略かもしれませんそこで、えー、今回のです、ね、中,古中古型株、えー、ウィークリーではで、ねえー、SPI 証券、えー、企業調査部のアナリストが買いの投資判断をつけている銘柄のうち来期2桁台以上の業増益が予想されている銘柄を選んでご紹介したいなと思います。まあ、今回はですね えまあ市場のアナリストの意見とまあ企業調査部のアナリストの投資判断ですね。まあこれを組み合わせてお伝えしようかなというふうに思っております。こちらですね。おんし足元で動いた銘柄はこちらになっております。スクリーニング条件はですねこちらにある通りです。一 同省スタンダード市場またはグロース市場上場銘柄であることそして、まあ、いつもの,、ね、の平均歴高が2万株以上時価総額 1, 億円未満としております予想しと株利益を公表しているアナリストが2名以上、まあ、少し細かい話にしますとですね3名以上とした方が本当はまあ、えー、よりですね コンセンサスらしくなるんですけれどもです、ねまあ、一気に銘柄数がちょっと募集団として減ってしまいますしたがってまあ2名以上とさせていただいているということですねで合、えー、としてですね来期市場営業利益がまあ今期市場予想営業利益に対して10%以上の増益予想になっているとりあえずベースとしては、えー、コンセンサスで来期10%以上の増益というのを条件にしております とはいえ来期の最終損益が赤字ではですねのぞかせていただくということで、まあ、来期予想純利益は、まあ、コンセンセサスで黒字という予想にしておりますそしてここからですねさらに絞り込みとして、まあ、弊社 SBI 証券企業調査部のアナリストが、まあ、今年1月以降にですねいの投資判断を提示しているこれは維持もですね新規も含みますけれども買いの投資判断を提示している 企業に絞りましたそして、えー、同じく s b a 証券企業調査のアナリストの目標株価がですね3月25日時点の株価に対して10%以上高い銘柄と、えー、信用規制銘柄には該当していないことこういったものを、えー、条件にさせていただいております。で上げた銘柄がこちらということになりますですね。 まあ一番上、アドマイヤホールディングスですが、まあ、3月25日で1758円企業調査部の目標株価8000円ですからまあそこまで,です、ねえー、幅があります,です、ね、そして来期は市場ではこれブルーバンコンセンサスで32.3%の来期増益予想になっているということになります。 でここにまあご紹介させていただいた銘柄の中からですね2つ、えー、1つは、えー、投与合成をままずご紹介したいいなと思います、えー、この会社ですね、えー、半導体を作る時のこのフォトマスクというのがあるんですけどここに使われるこの化学薬剤であるフォトレジストで、まあえー、詳しい方だとご存じだと思うんですが。 4185の JSR ですとか4186の東京化工業などの日本企業がですねえまあ世界で9割のシェアを有しているフォトトレジスのの分野というのがありますこのフォトレジストに使われる観光材料でですねえ会社調べによると世界シェア5割超ということになっております。 またさらにですね最先端の微細加工を実現する EUV 露光装置向けの観光材ではですねえ当社がデファクトスタンダードを有していると見られ市場シェアはまあさらにまあ50%よりも高いんではないかというふうに見られております。当社の営業立構成費はこのえ観光材料が約3分の2を占めまあ残りを化成品というのがですねえ占めています。 したがってこの半導体市況の影響を強く受ける傾向がありまして半導体市況の悪化を受けてですね四半期単位で見ますと営業増益率が23年3月期前期の第4四半期から24年3月期今期の第2四半期まで3四半連続の前年同,月同期比減益ということになっておりました。この辺りがですね このチャートで見ると10月,末10月までのこの株価に影響しているという感じですね。しかし24年3月期第3四半期の営業利益は前年同期比38.6% 38. 増とですね増益を回復しております。会社側では年以降のフォトトレジスト 市場の回復を見込んでいてですね、来期以降は営業利益の拡大が期待できそうです。まあそうした期待もあってかですね、昨年の10月以降株価は戻り歩調になっているということですね。さてまあ、業績的にはこういう感じになっておりますがど、これ四半期単位で赤い線の営業利益に注目するといいかもしれないですね。で2月9日にですねこの 会社がぐんと回復している24年3月期第3四半期の決算を発表しました。で、SBI 証券企業調査部は3月13日に、えー、この東洋合成に対するレポートを更新して業績見通しを情報修正した上で目標株価を1万3000円から1万4500円に引き上げております。 えー、2024年3月期の営業利益はですね会社予想26億円に対して企業調査部では32億5000万円と上振れを予想しております企業調査部ではさらにですね来期25年3月期は42億円、えー、26年3月期は68億円と営業利益が増えていくというふうに予想しております。 2024年はですね、まあ、ご存知の台湾の大手、えー、半導体メーカー TSMC の3ナノメートルを線幅とする微細加工が本格化するとともにですね2ナノメートル対応の設備導入も予定されまあこの東洋合成が得意とする最先端観光材料の需要が伸びるんじゃないかというふうに想定されます。まあ、ちなみこののナノメートルというのはですねこの この微細加工の表現のところでよく使われます1ナノメートルは10億分の1メートルとちょっとですね理解しがたいその幅の線だということですね、まあ、当然線が小さくなればなるほどですね、まあ、半導体をですね 小さくでできます,んでです、ね、1枚のシルコンウェアから取れるこの半導体チップの量が増えますから生還コストが上がるということになりますのです、ね、中長期的にも半導体微細加工に伴う EUV 用観光材料の需要増加が、まあ、当社にとっては追い風になりそうです。 で半導体関連としましては、ですね、まあ、ちょっともう一回株価に戻りますと、えー、ご存知の東京エレクトロンですとかレーザーテックなど この3月に上場来高値を更新した半導体関連銘柄は多くなっておりですが、えー、この会社の株価は21年11月の最高値1万9270円に対してほぼ半値水準にとどまっています。まあ、この間ですねそれまでの2桁増益からですね増益率が鈍ってそれで足元の四半期単位での減益まあこうしたことがですね まあ株価の底面につながったとということですねただ、まあ、それまではですね非常に株価上昇してきた銘柄の一つなんですが、えー、ここ21年11月の後はまはあ、少し長期調整に入ったということですねで足元も回復したんですがご存知の通り1万円を超えた1万5600円のところでですね、えー、ダブルトップをつけて少し今下がったところということで。 えちょうど1万9270円に対してはほぼ半年水水準準という水準になっております、まあ、そういった意味では株価の出遅れが非常に顕著になってきているかなということで、まあね、半導体関連ですね今後も注目されると思うんですけれども、えー、かなり PR 的に割高になってきた銘柄もありですね出遅れ銘柄としても注目される可能性がありそうです。 もうう銘柄はです、ね、セラークという会社ですねご紹介したことのない会社ですけれども主にこのエンジニアの派遣事業を行っている会社ですね IT, IT システムの構築運用などを行うシステムインテグレーション領域ですとか足元でニーズが拡大のクラウド領域またカスタマー作成領域ですねまあ言葉通りですねお客さんの成功をもたらすようなそういった分野 ここうういいいったものに展開しているということですねで1987年の創業後最新の IT 技術を取り入れ業用を拡大させてきましたえちょうどですねこのインターネットに関する事業を始めたのが、えーえー、1995年ということで Windows95 が、えーまあ、始まった年ということでですね、まあ、ある程度歴史を積み重ねてきた会社という側面もあります。 現在はですね、エンジニア派遣のほか、農業分野などでシステムの自社開発も行います。コロナ禍以前以降のですね、コロナ禍以降の DX 化の流れが進み、引き合いに応える形で従業員は増加してまいりました。 2024年11月末時点では、えー、従業員数3478人まで増えてですね9割以上がエンジニアという構成になってきております人材不足が叫ばれる業界ですが密、えー、経験者でも採用し人員を確保することで 人材を確保独自の教育プログラムを実施し入社から23ヶ月で IT エンジニアとして就業が可能になる模様ということで、まあ、どうもこの人材教育にですね、えー、ノウハウがあるのかなという印象を与えております。さてこちら業績はですね売上高で見るとこう順調に拡大してきました。 えー、ただエン,ジニアエンジニアの採用にかかる投資が利益率の動向をですね左右してきているという、まあ、そういった経緯もあります。えー、2022年8月期ですね、えー、に至ってはですね、えー、人員拡大のため各利益項目がまあ2桁台の減益になりましたが今期はですね、えー 21年8月期に対して増益になって増益と A フフになりました。で、今期は23年8月期は21年8月期に比べて増益になったということですね。で 今期24年8月期はですね、まあ、採用費を中心として販管費を抑える方向で従来はまあ売上重視できたんですけれども営業利益率を目標数値として打ち始めます、まあ、この変化は非常に重要かなと思いますね。で第一四半期時点での業績はですね営業利益で5億2000万円ということで。 紙機の会社計画に対する進捗率は50%超を超えております。まあ、ということで順調は順調調はですね、えー、ただ s b、えーまあ、ア証券企業調査部での指摘によるとですね通期計画の営業利益を達成するには大規模案件や一時受け案件の受注を見極める必要がありですねハードルはまあ結構高いのかなというふうに思います。 24年8月企業利益は会社予想22億4000万円に対して、まあ、一応 SBI 証券企業調査部で19億5000万円と慎重に見ておりますこの辺りはですね今後投資判断する上うえで、えー、もう一度株価の方に戻りますと2023年、えー、半ば、えー、2023年の半ばぐらいからですね 少し下落基調が続いていてるようですただ、まあ、1,000円を超えるところがですね一応下ね、えー、抵抗ラインになっているように見受けられます、えー。2023年8月に流通株式時価総額が基準に満たなかったことでですね、えー、プライム市場からスタンダード市場に変更したことも、えー、要因の一つかもしれません。顕著に成長が続く中 特段同意材料がなない現状となっておりますただ前日の大規模案件一時受け案件の受注を獲得できればですね業績増に伴う株株上昇に期待が抱かれるようになるかと思います。25年8月期予想営業利益は市場予想で23億3000万円。 全期費10%増ということでスクリーニングに残っているということですが企業調査部は21億7,000万円の営業利益ということで少しシビアに見ておりますただその企業調査部の予想 EPS が115円ということでまあ PR で見るとと倍前後となりますえまあこういった業態の会社としてはまあ割高感は乏しいのかなということでまあえ株価がですね えー、千円近辺ということもあってですね、まあ、中長期観点からはですね、まあ、この辺りで底、えーまあ、願いがなるかどうかですね、まあ、そういったところが注目できそうな会社かなというふうに思っております。えー、ということでですね、まあえー、来期2桁増益といってもいろんなタイプの会社があるということですがですね是非、まあえー、ですね、えー、ご参考にしていただければというふうに思っております。 本日は以上で終了させていただきますまたお会いしますご清聴ありがとうございました